警察によりますと、今日午前6時過ぎ、郡山市熱海町阿古ヶ島の中山トンネル北側の林道で、自転車に乗っていた40歳の男性が、山林から突如現れた熊に襲われました。熊は体長1メートルほどで、男性は頭や首を噛まれ、市内の病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。当時男性は知人女性とサイクリングをしていて、女性に怪我はありませんでした。警察は郡山市役所に熊の駆除を要請したほか、周辺でパトカーによる警戒を行っています。県内全域には来月31日までツキノワグマ出没特別注意報が出されていて、県は山に入る際は注意を呼びかけています。